こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、爽やかなイラストですよね。露星さんの作品で、タイトルは青空の下で、一枚絵をほとんど描いてこなかったので練習のつもりで描きました。草原に簡易テントを張ってゆっくりした後、テントを回収して家に帰る途中のイラストです。とりあえず色までは濡れたものの、見栄えが全くしない絵になってしまったのが悩みです。最後の仕上げの仕方が分かりません。見栄えを良くし、完成度を上げるためにはどうすればいいのか教えていただきたいです。また他にも直した方がいい箇所があれば教えていただけると幸いです、とのことです。はい、露星さん、応募ありがとうございます。練習のつもりで描いたとおっしゃっていますが、かなり描きたい雰囲気が明確で、すでにね、ちゃんと表現になっているのが素晴らしいと思いました。爽やかな風や草の匂いまでもが感じられるような爽快感を感じることができました。でね、どこを添削していくかなんですが、僕的には露星さんの仕上げの仕方には問題ないと思います。だってね、ものすごく丁寧に作業できてますからね。ほら、細部を見てもそんなにね、粗はないですし、絵を仕上げる技術は十分にあると感じます。ただね、僕が気になったのは他の部分にあります。このイラストですね、雄大な自然が描かれていて、広大なね、草原の中にキャラクターが描かれているのに、なぜかちょっとこう狭っ苦しい感じがするんですよね。広い空間をいまいち感じきれない。その部分をね、払拭できれば、このイラストは一気に見栄えが良くなり、完成度を高めることができるようになると思いました。なので今回の動画を見ていただければ、人物を中心に描きつつも、背景の広さ、自然の雄大さ、開放感を表現するためにはどうすればいいのか知っていただけると思います。きっとね、露星さん以外にも同じような課題を抱えている人は多いのではないでしょうか。この添削を通してね、ご自分の作品にも活かしてみてくださいね。それでは早速行ってみましょう。まずですね、早速キャラクターの添削から始めていくんですが、この作品から背景の広さをあまり感じない大きな原因の一つとして、人物がほぼ正面から描かれているからという理由が挙げられます。まずはそこを修正していきましょうか。はい、このようにですね、今軽く変形を加えたんですが、下から見上げたような煽り構図にしてみたいんですね。この絵をですね、下から見上げることによって、より空が広く見えますから、広い空間をさらに広く見せることができるようになると思います。まあでもね、まだちょっと途中です。これだけだといまいち煽り感が薄いので、両腕の角度も見直していこうと思います。まずは右腕、こっちの腕ですね、こっちからやっていきます。はい、こんな感じです。手のひらではなく手の側面が見えるようになりますよね。それと、光が当たっている面ではなくて影面を増やすことによっても、下から見上げているような感じが強調できます。次にね、反対側の手、左手を調整しますが、左手は煽り構図であることを考えると、よりね、カメラに近い位置になるので、今よりもかなり大きく変形をかけるとそれっぽくなると思います。やってみましょう。はい、こんな感じです。腕に抱えていたテントの大きさも調整していきましょう。はい、徐々に煽り感が表現できてきましたね。ただね、まだまだ不十分です。さらに自然な角度に見せるために、首元の調整もしなくてはいけません。このキャラクターはパーカーを着ていますが、パーカーのフードの内側がね、ここ内側が見えていますよね。でも下から見上げると、パーカーの内側はほとんど見えなくなるはずです。そのように調整していきましょう。
はい、こんな感じです。どうでしょう、襟元を調整したことによってより自然な煽り感が出ましたよね。それとこれはねかなり微妙なニュアンスの話なんですが、この男の子は今までこの草むらでキャンプを張っていて、でこれからこの草むらを背にしてキロにもしくは新たな旅路に向かうまさにその瞬間ですよね。なのでこの場所に背を向ける瞬間の体のねひねりが欲しいんです。ちょっとね言ってることわからないかもしれないんですが、まあ、結果を見ていただけるとわかると思います。やってみますね。はい、こんな感じです。わかりますでしょうか。これとこれ、これとこれ、このように少しだけ体を画面奥にひねることによってこの次の瞬間この場所に背を向けてまた向こうに見える広大な草原に旅に出る、そんなね絵が想像できるようになると思います。次の動きをね想像しながら体の向きを演出してあげるのは結構ね大事です。さて次が大事な部分です。体は煽り感が出てきたんですが、顔がねまだ正面を向いていますね。顔の角度を見直していきます。このようにですね耳を下の位置に下げてあげると顔を下から見上げたような角度に一気に見えるようになると思います。はい、角度に合わせて顎や輪郭、首も調整していきましょう。はい、こんな感じです。で、そうすると口の位置や鼻、目の位置も気になりますね。角度に合わせてそれらのパーツの位置も調整していきましょう。やってみます。はい、いかがでしょうか。ここでポイントなのは目線です。僕はいつも基本的にはキャラクターの目線はカメラに向けた方がいいと言っていますが、このイラストの場合はね違います。このイラストは自然の広さや雄大さを絵を見ている人に感じさせたいので、キャラクターの目線はカメラではなく目の前に広がった雄大な自然に向けた方が、この子の目の前には壮大な自然が広がってそうだなと見ている人に直感的に感じさせることができます。ほら見比べてみてください。これとこれ、なんか広々とした感じが目線だけでアップした感じがしますよね。そしてそしてさらにもう少しだけ角度変更による不自然さを取っていきます。頭の角度調整もやっていきますね。はい、下から見上げているので頭頂部はあまり見えなくなりそうですよね。なので単純に見える面積を減らしました。続いて前髪の調整です。はい、こんな感じですね。それとこれも微妙なニュアンスなんですが、このキャラクターは手前の草むらから奥の草原に旅立っていくというシチュエーションをさらに強調するためにサイドヘアのたなびき方も真横ではなくて少し手前の方にたなびかせてあげると手前から奥に行く動きを強調できると思います。こうです。はい、こんな感じ。結構微妙な動きの調整が続きますが、ついてきてくださいね。後ろの髪ももう少しだけ自然なたなびきに調整します。
はい、キャラクターの調整は以上ですね。ここからは背景の調整に移っていきます。背景のどこを調整するのかというと、これもねキャラクターと同じく煽り構図にしていきます。雄大な自然を広く見せるという方針ですね。今なぜこの背景があまり広さを感じられないかというと、このキャラクターの近くの背景と奥の背景、ここにねあまり違いがなくて、手前と奥とで奥行きがあまり感じられない画面作りになっているからだと予想します。これを解決するには簡単です。手前に草むらを描くのなら、奥の部分は違う背景を描いちゃえばいいんです。そうすることで自然と奥行きって生まれます。やってみます。はい、こんな感じ。一旦ね草むらを潰してしまって、画面奥の方には空気遠近がかかってうっすら見える山々、山脈を描き連ねてみました。今描いたのが円形だとしたら、この手前の中景、中間の風景を描いていきましょう。こうです。はい、ここもですね草原なので、手前の草むらと環境的にはあまり変わらないと思うんですが、中景なのでね、画面手前ほど詳細には一本一本の草が見えなく、遠くから見た時の印象を優先して風景を書き入れます。そして最後に前景、キャラクターの近くの草むらの様子を書いていきます。はい、こんな感じですね。一番手前の風景なので、草花の様子が円形や中景よりもより詳細に見えるように描きます。ポイントとしてはこの花の部分に注目してほしいんですが、このね前景の一部分を円形にも被るように草を上まで伸ばすことですね。これによってより距離感をはっきりと描き表すことができますので、広い空間を見ている人にも分かりやすく伝えることができると思います。さらにねキャラクターの手前にも草花を追加しましょう。はい、こんな感じ。どうでしょう、円形から前景まで背景の描き方を変えたことによってより分かりやすく背景の広さを表現できましたね。さあここからは最後の仕上げです。空と雲の描き方についても若干見直していきます。まずは距離感を表現するために、手前の空の色と奥の空の色で少し色を違えていきましょう。こうです。はい、奥の空の色を若干薄くしました。それと雲の角度についても少し見直していきます。奥の雲はねほぼ正面から見えるのに対して、画面手前の雲は下から見上げていますから、雲の下の面が見えるようになります。そういった理屈を若干考えながらですね、なるべく空が広く見えるように雲の角度調整を行っていきましょう。こんな感じ。あとは鳥ですね。この非表示にしていた鳥なんですが、若干悩みどころです。というのも、いろいろな演出が考えられるからです。今のままでも全然いいですし、あとは鳥を規則的に右斜め上に飛ばせば、ちょっとね、若干デザイン的にもなりますし、平和の象徴である白い鳩と逆の方角に向かい、自分の宿命に立ち向かうような決意を表現できたりもするんですが、そういうね、メッセージ性はこのイラストに関してはないと思うので、空のね、高さの演出として鳥を利用することにしたいと思います。例えば、こうです。
はい、変更前はですね、似たような大きさで鳥が描かれていたんですが、変更後は空に向かって飛び立つように大きさを変えて鳥を描き入れてみました。飛び立った勢いで舞い散る羽も描き入れていきます。こんな感じ。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。元からね、すごく魅力的なイラストだったんですが、風景の広さが強調できたのではないでしょうか。今回の添削は、より開放感を感じるイラストにすればどうすればいいのかという観点で添削を進めてきました。はい、最初はこうだったんですが、初めに見直したのはキャラクターの角度です。上に向かってパースをかけて、下から見上げる煽り構図にすることで、空が広く見える構図にしました。そしてね、その広い空や目の前に広がる雄大な自然にキャラクターの目線を向けることで、このキャラクターの目の前にどんな風景が広がっているんだろうと、見ている人の想像をかき立てるような、そういう効果を持たせることができるという話をしました。そして背景を描くときのポイントなんですが、背景の広さを表現するためには、画面手前と奥とで描くものや描き方を思い切って変える必要があります。同じ草原の中にいるにしても、中継の草花はこのように遠くから見た印象で端折って描き、キャラクターの手前の草花は一本一本を詳細に描き込む。そのように同じモチーフを描くにしても、描き方を距離によって変えることで手前と奥とで分かりやすく距離感を示すことができます。この考え方はね、このイラストだけではなく、幅広くいろいろな絵に適用することができると思いますので、ご自分のイラストを描くときにもぜひこの考え方取り入れてみてください。そしてね、今回のように絵の角度や演出を少し見直すことによって見栄えがググッと良くなる例はたくさんあります。これってですね、いろいろな例を知っていれば自然と気づくことなので、あらかじめね、いろいろなパターンを知っておくことも重要なんですが、そういうのもっと知りたいって思った人にはこちらの動画、イラストついやっちゃう失敗の解決法5選がおすすめです。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ、準備はいいですか。気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。